シュクダです。本日は急遽動画を回してるんですけど、練習を終わってちょっと急遽撮影を始めたんですけど、まあ、それがですね、練習をしている時にこう皆さんと共有したいなと思ったところがあったので、できるだけ早く皆さんにお伝えできればなと思って、撮影しております。まあ、それがですね、使ったシューズがですねめちゃくちゃいいなと思って、このシューズまたねこう皆さんに紹介したいなと思いまして、ちょっと撮影をしてます。一応ねこれ案件ではないので、もう僕の本当にいいなと思ったところを投稿してるんですけど、案件ではないんですけど、案件でいただいたシューズを普通に使ってるというような感じです。なのでもしどうせそれお前か自分で買ったやつじゃねえじゃんっていう風に思った方いらっしゃるかなと思うんですけど、そこはちょっとご了承くださいというか、まあ購入はしてないので、個人的にはいい点しかなかったっていうところと、実際使ってみて、あ、めちゃくちゃ走り、やっぱ走りやすいなと思ったので、ちょっと今回は動画にしてます。もとより、今僕、レース用のシューズは、ありがたいことに、本当にありがたいことに、ナイキもあるし、まあ、アシックスもあるし、アディダスもあるし、デサントもあるし、という形で、本当にね、厚底カーボンレース用のシューズっていうのは、たくさん手持ちに持ってて、自分で買う必要もないぐらい今自分の手持ちにあるんですよ。どれもすごくいいシューズだと思いますし、もう本当にこのレベルになるとそんな大差ないなとは思うんですけど、今季はどれで走ろうかなと思ったりしているところもあるので、まあそれをいろいろシューズをこのポイント練習とかレースで履き比べているわけです。で本日、まあ、トレーニングとしてはアップとダウンで4キロで、本練習は1キロ1キロの、まあ、変化層チックな形のインターバル、変化層20キロの変化層ですね。1キロが3分10と、1キロ走った後の次の1キロは3分45なので、3分10と3分45行ったり来たりするような変化層チックなインターバルをやったわけですよ。でトータル24キロ走ったんですけど、それで使ったシューズが、ちょっとごめんね、買ったシューズがこれ、アディオスプロ3ですね。はい、これを使ってめちゃくちゃいいなと思って、今回ちょっと動画を急遽回してます。アディオスプロ3、以前、半年ぐらい、夏ぐらいに1本動画、レビューという形で、動画撮ってるんですけど、まあ動画で語ってる内容は本心なので、間違ったことは言ってないかなと思うので、まあなんかこうね、履き替えるっていうのが少し難しいなと。じゃあ乱色、お前はレースで使ってるのかと言われた時に、正直本命のレースでは使ったことがなかったんですよ。まあこれはね、ずっと使ってたシューズをこう履き替える、わざわざ乗り換えるっていうのがちょっとね、億劫に感じるんですよね。さっきも言った通り、どのメーカーのレース用シューズも大差ないレベルで、100点満点に近いレベルのシューズなんですよ。どれも100点満点なので、わざわざ履き替えて、なんかこう挑戦するっていうのは、ちょっと怖いなというところがあって、まあ、アディダス、ちょっとまだレースでは使ったことがないんですけど、まあ、そんな中今日、まあ、レースに近いような形の練習ですね。距離は24キロ走ってますし、ペースも3分10で、結局10本走ってるんで、約10キロほどはマラソンレースペースで走ってると。いうところで、まあ、結構マラソンの、特化したような練習で使った時に、すごく足回りが良かったなというところで、ぜひこれはね、レースでちょっと使ってみたいなと個人的に思った次第でございます。でこれね、ちょっとあんまり声を大にしては言えないんですけど、アディオスプロ3めちゃくちゃ反発力があるんですよ。その反面というか、それの代償として反発力がありすぎて、ちょっとマラソンで足持つかなっていうのが結構心配な要素だったんですよ、今までは。なのでマラソンのレースで使うっていうのはちょっと怖いなと結構思ってたんですよね。なんかハーフとかで一回使ってみて、ハーフとか10キロのロードレースとか、そのあたりで使ってみて、まあ、感覚的に足が残る感じが全然あるなというところであれば、じゃあマラソンで使ってみようかなっていうところになるかなとは思うんですけど、まあ、僕のこのレースの予定の中でいまいちこう使う機会がなくて、ちょっとごめんね、いい？ちょっと動画撮らせてもらっていい？ダメ？
で、あの自分のこうレースの予定の中で短い距離からフルマラソンに移行していくような流れがなかったので、まだレースでは使えてないとっていうところがあったんですよね。で今回、まあ、いわゆる20、まあ、結局トータル24キロ走ってますし、まあ、朝も12キロぐらい走ってるので、結構トータルで言うと、36キロか走ってるので、結構足が重い中使ったんですけど、まあ、そんな中使ってても後半までしっかりと足が残ったというところもあって、すごくこれはいいなと。今までちょっと懸念してた、あの反発がありすぎて足が売り切れそうだなっていうちょっとした不安があったんですけど、それが今回のポイント練習で解消されたなというところで、ビヨンドワンチャンこのシューズで出ようかなと今思ってたりします。そのぐらいすごく気に入ってしまいましたね。まあ、反発はあの以前の動画でも言ってる通り、めちゃくちゃ反発が強いシューズになってくるんで、そのスピードは出やすいと。でそこにちょっとした不安点だった、足持つかなっていうところ、僕の貧弱な足に持つかなっていうのがあったんですけど、今回ちょっと使ってみてしっかりと足も残る感じがあったので、これはいいなと思いました。まあ、これね、皆さんがやっぱり一番気になる点ってサイズ感かなと思うんですけど、僕前作黒緑のシューズは27センチでいただいております。今回こっち新カラーでいただいたのは 26.5 センチでいただいております。以前いただいてたシューズはちょっとサイズが大きいかなと思ったところ、ワンサイズ下げてご提供いただけたので 26.5 今履いてます。僕のマイサイズはだいたい27センチなんですけど、今回 26.5 を履いて、これがベストなので、マイサイズからワンサイズ下げていただいて履くとちょうどいいかなと思います。結構ね、あのタイトな作りなので幅がね結構狭いかなとは思うんですけど、この辺ですね、この辺は結構広いので、まあ、ここが結構ブカブカっとしちゃう、サイズ的にはあるかなと思うので、ワンサイズ下げて履いていただくっていうのが個人的にはいいかなと思います。自分がそうしてるので、まあ、僕はあの皆さんにお伝えするとしたら、ワンサイズ下げて履いていただくのがいいかなというところです。ちなみにこのシューズアディオスプロ3履いてポイント練習、ここ最近のポイント練習は15000メートルの、あ違う、あれ結局16000か、16000メートルの3分20のペイランで履いてます。今回1キロ1キロの変化層チックで20キロ、トータル24キロの変化層で履いてますというところで、結構マラソンの適性は高いシューズになるかなと思います。これビヨンドで一回履いてみて、結果もちょっと楽しみにしてもらえたらなと思います。まあ、ビヨンドでこけたらちょっと申し訳ないなとは思うんですけど、そこはね、あの僕の今までのこう動画とか、マラソンの成績見てもらったら分かる通り、めちゃくちゃ今マラソンレースに対してこうイップス感が出てるので、まあ、そこはね、あの多めに見ていただければなと思います。ということで今日は急遽ちょっと撮影してるので編集とかもあんまり入んないかなとは思うんですけど、今回ちょっとねアディオスプロ3めちゃくちゃいいなと思って紹介しました。ということで今日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。